あんまりクリーチャーにはしたくなかったのがあったので、なんだろう、タトゥー的要素、トライバルタトゥーみたいなところには行ったんですけどね。あれでもやっぱり顔にもっと細かく全体になんか、まあトライバルっていうよりももっとこう南米あたりのものすごい細かいのも描いてみたんだけど、結構やっぱり異常なんですよね。だ自分としてはちょっと普通かなとか思っても見たんですけど、まあ、あのラインで落ち着いたんですけどね。まあポイントとしてはやっぱり普通のトライバルで終わってないところはブルーのラインを入れて、なおかつ光ってるみたいなところなんですけど、まあ演出上ね、ゲームの演出上なんか暗いところにいてもあの光ってるシルエットだけで、ああいついるじゃん、それがうろうろしてれば、あいつうろうろしてるじゃんって分かればいいかなというところで、まあそれ以上やろうと思えばできたんですけど、あえてまあシンプルなところで抑えたというところですね。まあ 3D で描こう、ハイスペックなマシンで出せるんでそれなりのものを表現しようっていう時に、どうしても CG っていうのをこうリアルを求めちゃうんで、まあ要するに本物と見間違おうばかりの人間とか、本物と見間違おうばかりの街を作ってほら本物みたいでしょみたいなのを自慢げに表現してますみたいなものが多い中で、まあそれはそれですっごい技術なのは全然認めるしすごいんだけども、何かまあ自分がそういうのを表現するときに何かいい手はないかなって思ったときに、やっぱりあくまでも作家性というか、コミック的な要素っていうのを入れたいなと思ってたんで、まあそのダンジョンだとか、マップに映る影とかそういったところのコントラストっていうのをすごくコミック的に表現してるし、まあ実際そのキャラクターとかっていうのも、テクスチャーの部分はあっさりとあれして表現する形で、逆にコントラストとかっていう部分でらしく見せて、でそれ以外のその、まあ、あくまで到達点としてはちょっとコミックの一シーン的なものに見えるような形っていうのを目指しましたけど、建築がどうのこうのっていう話をするまではいかないと思うんだけど、どちらかというと幾何学構造みたいなのは非常に意識しましたね。幾何学的で面白いっていうものですよね。貝殻一つにとってもなんか渦巻いてたり、まあ、今回はボルテックスだけども、そういった形でなんで渦巻いてんだみたいな、それが一種のフラクタルみたいなもんで、渦巻いてて各パーツにまた渦が巻いてたりとか、それは一種の幾何学的なものの延長にあると思うし、なそういったところで、それをこう建築物に入れたり、そこら辺の地形のどっかに入れてみたりという形で、なんとなく幾何学的なもので、それが今回のテーマ性 にもあります、断りっていうのかな、そういったのにも非常に相性がいい気がしたんで、まあ、最初違和感があるかもしれないんですけど、プレイしてる中でだんだんテーマ性に沿ってくるとナチュラルに見えてきたりするのかなっていうところで、まあ、あえてああいう形にしたんですけど、まあ、主人公はもちろんプロパーなイメージで、どうしても半ズボンにはしたかったんですよ、なんとなく気持ちの上で。で半ズボンで、しかも上半身裸で走ってほしかったんですよね、元気よく、まあ、カオスイコール元気なテーマだから毎回考えるのは大変ですよでもやっぱり継ぎ足しにどうしてもデザインとしてはなっていっちゃうんで、足りないというか、元は大概シンプルだから、どうしても付け足しでなんかいろんなものがついていっちゃうんだけど、それはどうしても僕は嫌なんでね、なるだけシンプルなままで違う形にどんどんしていきたい。でやっぱり新女神転生シリーズということで、今度3ノクターンというのができましたんで、ぜひ自信作と言えるし、また、今後も続くシリーズの一つの指針となる、作品なんで、ぜひやってみてください。お願いします。
椅子が変わったみたいな。大丈夫？